のゲストはピースの角度は自分のキノンチです。おいちっちゃい、はい、ノンチです。ゴートとビリーと、グラフだよ、マイコです。イエイ、まあ、真ん中なんですけどね、ビリー、ゴート、グラフですね、うん、はい、うん、これ中に出てくるやつですよ、はい、はい、羊のやつでございます、はい、ということで、まあ、初めてですね、もうアニメ系の映画を見てきました、はい、今日は7月12日、あれ 7月12日、もうダメだ、はい、金曜日です、はい、はい、ということでトイストーリー4でございます。バン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 、前編でもね話したんですけど、うん、とにかくこのおもちゃたちが動くことをもうすらも知らずに見てまいりました、うん、はい、はい、でまあ、あの前半編でも語ってますけど、もうね5分で号泣ですよ、うん、5分本当に、うん、でまあね、あの何が良かったかっていうとね、次の子供のところへというね、うん、あのボニー、ボニーじゃない、女性のボーね、ボーのセリフがね、うん、すごい良かったの、あ、うん、であれ、うん、あれが伏線っていうんだっけ、そういうの、うん、だと思ってなくて最初、うん、もうねそこからこれネタバレいいんでしょ、うん、もうね恋愛の匂いがプンプンしてたのね、ちょっとちょっとね、ウッディはもう、あ、離れたくないが出てて、うんうん、で女性の方もね、ゴーっていうランプについたお人形なんだけど、うんうん、なんかねこうちょっとあの嫌だわっていうのが顔に出てるのよね、うんうん、でもなんかさ最初の方はさ、うん、俺もっと行けばいいのにって思ったウッディが、 ウッディが意外とあっさりさよならできるんだなと思って、あの時ね、うん、最初の時ね、うん、だからこそいいのか、そう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 、使命感みたいなのが、まあ基本的にはね、ウッディは子供のそばにいることだからさ、英語ですか、うんうん、もう大雨だよっていうのなんて言ってたか、ああそうそう、そういうのもさ聞き取っていたかったんだけど一番最初覚えてないキャッツ&ドッグスっていうの知ってた、それ最初に言ってた、それ雨のシーンだったじゃん最初、ズレンキャッツ&ドッグス、そっか、あ、やっぱり昔から聞いていたあのキャッツ&ドッグスここで聞いた思ったんだけど、かなり怖いよねこれ今回、まあ怖いね、あんなの子供見て平気だねねね、そうそうそう、真ん中あたりでね、でもなんかさ、その怖いって大事な要素らしいよね、あー恐怖と売れるっていうのにはさ、いや俺怖かったもんなんか、うん、そうでまあ言ってしまうとアンティという前のオーナーさんから、ボニーの、ね、猫の男に行くわけですけど、またボニーがなんていうのかな、すごく手間のかかる子供でね、うんうんうん、そうそう、もうでも、うん、あのさ幼稚園行きたくないってやつで寂しそうな顔してるってウッディが言ってる時ももう泣いてたから、もうね、泣く涙止まんないの、とにかくずっとあれなんていうのさ、もうさ作ってる人たちが、うん、濃いのは可愛いとか、うん、の完璧なあれだよね、分かってるよね、もうだって、うん、ずるいよあれは本当に、涙なしで見れなかったかな、ただ鉛筆立て作るって言ってんのに人形作っちゃってると思わせられちゃったね気になったんだけど、あれでいいんだ幼稚園ってと思ってまあこれもネタバレで言ったらいいですよね、これなんか全然さ、どうでもいいかもしれないけど、うん、カラコン入れたくなった、なんでもう目がみんな綺麗じゃない子供たちの目は多分大きくてさ、あれってあとギャビーの人形の目とかもね綺麗、好かれる要素なんだね、うん、もうかもしょうがない俺もう、ね、次のライブはカラコンかもしれない行っちゃう行っちゃう、まあでもね、はい、オチをまだ言ってないんだけど、はいはいはい、どうしましょう、あのね、はい、オチはですね、あ、まあ全部ネタバレしない方がいいよね、うん、そうだね、ただあのセリフは言っていいかな、いいな、もう一個的に女目線で言うとですね、もうね、バスとウッディの友情はもう多分前からなんだろうっていうのが映画を見て初めてこう見たけど分かっていたんだけど、結局のところ男は友情より女かよみたいなそこが一番ツッコみたいそこが一番ツッコみたいだからね、まあ、星5つつけたいとこなんだけど 4.8 ぐらいかなって今思ってるんだけどねということで、はい、はい、
でもなんか、なんていうの、萌子がそんなに熱い人とは知らない。いやもうね、意外と俺は、ね、びっくりしちゃった私も自分。意外と冷めて人なんだね。そう、多分横で寝てんじゃなかろうかと思われて、何回もチラチラ見られるんじゃないかと思ってたんだけど、もう涙を隠すのが必死で、で多分鼻炎とか花粉症で鼻かんでるんだろうなって思われてるのに気づいてたんで、あえての泣いてるのは内緒にしてたんですよね。で、まあ、終わってからメイク剥げてませんかって質問して、え、泣いてたのっていう風になったという。いや、よかった、うん、そんな熱い一面があって、もう本当にスーパークールだと思ってるから。頑丈です、頑丈、早くものすごく頑丈です。はい、はい、で今日はネタバレということでですね、今回の、まあ、サブ主役ですよね、この子ね、かわいいなぁ、ホーキー、これ最高でした、はい、ホーキー、ね、こっちはボールペンで、まあ、開けてみましょうか、せっかくなんでね。メタコレというトミカのおもちゃですね。そう、メタコレ俺ミニオン持ってんだよ、ね、あ、持ってるんだ、うん、すごい気になって、上から開けるみたい普通そうだよね、まあ、こういうとこなんですけどね、私の持ち味持ち味まだできてないの、え、うわすごい、え、重い、これ重い重い、メタだね、メタル、うわこういうの大好き、うわ重いよ、めっちゃいいね、ちゃんとこれをつけてあげるそうです。これはじゃあ後でやってみますね。はい、こんな感じです、うん、超かわいい、じゃあこれは飾りたいですな、うん、うん、あとですね、萌子は劇場限定の、でもね、ずっと見ててもそんなに、まあ、サブ主役でもなんでもないんだけどね、バズがすごい好きみたいですすごくバズが好きになりました。あとはメモ帳、うん、メモ帳大きいサイズ400円台でもありましたけどね、こんな感じでちょっと見えないかな、光ちゃん、うん、いろんな絵になってますね、はい、こんな感じです、はい、はい、全編を通してとにかく、はい、うん、あの泣けるというか、ダッキー&バニーっていうね、ウサギとヒヨコがめっちゃ可愛いのと、あー、うん、でも最後の方のあのシーン、うん、たまんないし、ね、たまんないの、そう、あとなんかこう、うん、爆発してる、そう、あと、まあ、ヒールの役っていうか、ヒール役としてギャビーという、まあ、ギャビーとギャビーを取り巻くちょっと周りの腹話術の人形たちが出てくるんですけど、怖い、最初にギャビーには感情移入全くできないと思うんですけどね、そのあたりも大どんでん返しが待ってて、うまい、映画の中では正直一番泣けるシーンでした私は、うん、なんか今こう話してたら、うん、もう一回見たくなるでしょうね、そういう映画でした、すごいいいです、はい、はいはい、ということで、そんな感じで我々カブーンな、カブーンなライブをやっております。カブーンもぜひね、はい、そうです Yes, we カナダ、そうです、 Yes, we キャナダ、はい、ぜひライブに来て、キャナダね、来ていただければ、 Yes, we と言いますので、キャナダと言ってください、はい、ということで、萌子チャンネルの方からはトイストーリー4のネタバラシバージョンでした、ありがとうございました、またね。